ジェフリアドンはアメリカメジャーリーグで活躍した投手、ウトウミギウチ。アメリカ合衆国マサチューセッツ州ダルトン出身。ニックネームはザ・ターミネーター。2017年シーズン終了時点で歴代第10位となる通算367セーブを挙げた。メジャーリーグでのキャリアの中で先発登板したことは一度もなく、純然たる救援投手である。 1979年8月25日にニューヨークメッツでメジャー初登板。当初は主に中継ぎ投手としての起用で、1981年途中にモントリオールエクスポズに移籍50日間に及ぶストライキでシーズンが中断され、2シーズン制となったこの年、エクスポズは球団創設以来初、モントリオール時代唯一の地区優勝を果たすが、 チャンピオンシップシリーズでロサンゼルスドジャースに敗れ、ワールドシリーズ出場はならなかった。翌1982年よりクローザーに昇格し、この年から11年連続で20以上のセーブを上げる。1985年にはナリング最多の41セーブをマークし、最優秀救援党首賞を受賞。初のオールスター出場を果たす。 1986年も35セーブを挙げて2年連続でオールスター出場。秋にメジャーリーグオールスターの一員として来日。この時が最後のエクスポズのユニフォーム姿となった。1987年はミネソタツインズに移籍し31セーブを挙げてチームのワールドチャンピオンに貢献。ワールドシリーズ最終戦となった第7戦ではセーブを挙げて 同上げ投手となった。1988年は42セーブを挙げて3度目のオールスター出場を果たした。両リーグでの40セーブ達成は史上初であった。1990年にはボストンレッドソックスに移籍。1991年は40セーブを挙げて4度目のオールスター出場を果たす。異なる3チームでの40セーブ達成も史上初であった。 1992年6月にローリーフィンガーズが保持していたメジャーの通算セーブ記録341を抜く342セーブを記録する。シーズン終盤にアトランタブレーブスに移籍。トロントブルージーズとのワールドシリーズに進出するが、第2戦で1点リードの9回表に登板も、エドスプレーグに逆転にランホームランを打たれて、セーブ失敗、敗戦投手となる。 チームも2勝4敗で敗れた。翌1993年は、シカゴカブスに移籍。8セーブに終わって、中継ぎに降格となった。1994年には、ニューヨークヤンキースに移籍したが、開幕から11試合の登板で、防御率8.38の散々な内容で5月に解雇され、そのまま現役を引退した。通算880試合登板は2012年終了時点で、 メジャーリーグ歴代30位。先発経験が一度もない投手に限定すれば歴代7位である。また、冒頭のように通算367セーブは2012年終了時点で歴代7位である。メジャーリーガーには珍しく愛炎化。1986年に日米野球で来日した際には来日した選手、監督、コーチ、関係者の中で唯一のスモーカーで 非常に肩身の狭い思いをしたという、ワシントン DC 移転後の2012年に、球団史上二度目の地区優勝を果たした。週刊ベースボール1986年12月31日、増刊号1986メートル大リーグ総集編、ベースボールマガジン社、1986年104ページ。ありがとうございます。